吉田さんこんばんは。カイジのあれはね、ブレイブメンロードですよ、勇者の道ってやつですかね。ウィニングロードはこの道をガーッと進めば成功するぜみたいなイメージで私思ってます。成功したい方とかね、目標達成したい方、本当に小さな目標だったら別なんですけども、大きな目標とか誰もがね一目置くような目標を達成する人って普通なわけないですからね。口では謙遜で、私も普通の人ですって言いますよ。正直言いますけど、私口で謙遜して、いや私も普通の人ですからって言ってますけども、客観的に自分のこと見た時に普通の人じゃないってことはやっぱりね、認識せざるを得ない事実だと思います。家をドーンとでかい家買って、ローンがないとかね、で2年目にはもうすでに家の補修費を一括で払ってるとか、3年目には車を2台も3台も買って合計4台になったとかね、そのうちの1台はマッスルカーとかアメ車を買ってね、ナイトライダーに改造してるとかで、まあ、ローンもないわけですよ。で持続化給付金のことを今やってるとかね、なんかもうめちゃくちゃだと思うんですよ。なんなんよこいつはみたいなね。だからね、いわゆる普通じゃないですね、私はね。どう考えてもやってることも普通じゃないし、普段の暮らしも普通じゃないですよ。だって近所の人から見たら私の暮らしなんておかしいですよ。毎日朝早く起きるけども、なんか知んないけど8時ぐらいには家の前掃除したりね、車洗車したりとかしていつ行ってもいるしでなんか仕事やってないような感じがするけども、家の何ですかね、デコレーションは進んでいて、庭の剪定したりとかね、どんだけ金あるんやみたいな暮らしですよ。で町内会活動もバッチリ出て行って、なんかフラフラっとして暮らしてるみたいなね。で生活は余裕があるように見えるし、どういうことやみたいな感じですよね。だって私の住まいの近くにいる人って皆さんね、私よりも、まあ、当然ですけど年上の方が多いですよね。50代とか60代の方が多くって、やっぱりこれね、本当に確かめたわけじゃないですけども、ほとんどの方が住宅ローンを払いながらまだ早朝勤務されてね、週に1回か2回の休みに家族と過ごすみたいなペースだと思うんですよ。で私は本当に異常な暮らしですよね、で苦しんでもいないですね。だからね、1億円とか2億円とかっていう億の単位で稼げるようになったりとか、1億円じゃなくてもいいですよ。一発で100万とか200万稼げることがそこそこ繰り返されていくと、もうそれはね普通の感覚でもなくなりますし、逆にですね、商品の価格を何十万とか何百万という価格のものを目の前に売れるっていうのは、やっぱり常軌を逸した行動だと思いますよ。普通の人はだって商売苦手ですからね。普通の人は集客したりとか販売したりとかできないんで、これは本当にそうだと思います。普通から抜け出さないとビジネスってのはもう全然成功できないです。だって人からお金を取るね、言ってみれば取るわけなんですよ、奪い取るわけじゃないですよ。お金と引き換えに自分の考えたコンテンツってのを差し出して、で自分は在庫が減らないわけですよ。でお金払った人はお金が減るんですよね。でお金を稼ぐためにまた時間とかね、労力をかけないといけないと。でこれが普通の人なんですよ。だから成功したい、ビジネスで結果を出したい、普通の人じゃないところに行こうとしたら、もう異常な行動を取るしかないですよね。で勇気もいります。普通じゃないことをやるには勇気があります。まさにブレイブメンロードなのかなと思います。そしてその先に、その先にですね、自分の人生の成功、いわゆるウィニングロードが見えてくるんじゃないかなというふうに、なんとかまとめました。ありがとうございました。では失礼します。